ずくしょいて。やってやったぜ。パパにも語りたくない。やってやったぜ。このおやつ前と後ろ逆の T シャツで。超優しい。全然何も言いたくない。まあまあ配信切ったかな。その人の手ではね。当てないです。やってきました。レイヤーさんは城島優子さんにそっくり。ね、それさもっとさ100回ぐらい言って。私普通に配信でレイヤーさんいない時に言ったことありました。大丈夫かな。でもさすがにちょっと言い過ぎじゃない？いや言い過ぎじゃないですよ。言い過ぎじゃないですよ。でも本当にすごいよね。パフォーマンス力神だよね。神だったよね本当に。はい。ABJ。いやでもレイヤーさんもそれに匹敵するぐらい。自己肯定感を上げてくれる3人。モロも髪の扱いとか、ありがとう。とかめっちゃうまい。てか声が可愛い。あ、そう、あの前そう。ソロ、ソロの、ソロの声が。なんか歌がめっちゃ下手くそだからずっと。なんかそんな本当にさ自信ないって言ってるけどさ、そう。え本当に自信ないパフォーマンスじゃないからマジで安心してほしい。うん、本当に。自信持ってほしい。あります。そう、本当に本当に。なんかアイドルの。声だよね、ほんとに。うん、わかる。うん、マジで。ほんとにステージ映えする。うん、声も込みで、うんうん。声ってどう練習しても自分に、なんか身につくものじゃない。その自分の持ってるものそのものだから。だから、そこをね、そこがね、なんていうの、個性的だとすごくいいわけですよ、やっぱり。うん、歌の先生が言ってくれてます。声が可愛くて、いい声だから。で、歌い方も可愛いから。低い声も出るし、ね。あ、そうそうそう。わかる。結構私出ないから言います、ね、でもレイナさんと一緒にこあの公演やりますって言ったらそうだ、おじげつくわ。うん、これ本当にみんな優しい、みんな優しいんだよ。いや、ラフトしな。ここにいるみんな優しいんだよ。ヤギさん何鼻さ鼻いじった。鼻いじった鼻さいじる鼻じゃないでしょ。高いよね。私改めて思ったんだけど今もしありましたらマジでシリコン潰す。いじらなくていいもん。うん、何急に何いつも見てるくない？違う、なんかこう改めてなんか正面から遠くから見てのこと。マジ正面からわかるもん。うん、本当に綺麗。ありがとうって言ってほしい。ありがとう。私ん家に今日ヤギ泊まってたの。隣で隣同士で寝てて、うん、朝起きた瞬間。うん、目の前にヤギの鼻があって、どこみたいな、見上げた、見上げた、まあ、起きた瞬間見上げたんですよ。そしたら山かと思ったらヤギの鼻で、うれしい、動画撮っちゃった。マジ鼻綺麗、わかる、羨ましい。マジで顔ちっちゃい、顔小さい、一回潰したいよね。鼻、鼻、うん、鼻わかる。広げたい、横の面積。あるキュッ、プレスかけた、ドン。ありがとう、めっちゃ嬉しい、びっくりした。え、あと2人の腹筋が、腹筋の線が入ってるのが非常に好きでした、私すごい言ってた、それはマジで言ってた、うん、本当に腹筋の線見えると思わなかった。結構ちゃんと腹出てましたね。嬉しい、でもちゃんとブリブリ、うん、今めっちゃ一緒にね。どこ見てる？めっちゃ綺麗だった。そっちじゃないよ。お腹ないの？うん、見えない。確かに。どう頑張っても覚えたら。確かに見えなかった。うん、みんなありがとう。本当にもう全世界の人々が来てほしい公園。ね。うん、今日来れなかった人絶対来てね。次13日だよ。次も決まってます。決まってます。うん、次は13日です。あれだ、ギフト、ギフト、スモア、そうだ、嬉しい、かわいい。いや、来週忙しいよね。2期生5人仲いいね、だって。うん、そうですね。ファンの方にさ、いじられたらさ、終わりだから。マジ、2期生5人、2期生5人、そうそうだ、2期生か。そう、逆にだけど、そうだ、2期生だ。そう、自然渋滞もね、そうなんだ。そうじゃん、一緒にやってね。え、ヤヒが辞めたら自然渋滞、私歌割りどうするんだろう。まあ、いいでしょ。いや、ごめんなさい。あ、そっか、うん、そうですよね。アンダーで、うん、ニキアンダーとか何度も見てやってくれます。うん、何度も見たケーシック、あの二人のこれめっちゃ好きで、それぞれそれぞれがハマってる。うん、二人とも似合ってる。なんか、ひなと私の歌いのなんだっけ、あの頃よく聞いた湾岸線これのひなが本当
にそこまでやってないんですよ。私はこんぐらいなんだけど、ヒノはヤヒガースじゃないのそれ。ヤヒがそうやって私は結構こんなもん。え、でもモロもなんかその時のなんか衣装が羽織系の衣装じゃない、うんうん、であの時ってすっごい風強いから、うんうん、モロの衣装がはだけてるのを、うんうん、あ、モロはだけてるって思いながら私も、うん、はだけてるって思いながら風が強すぎて衣装がはだけちゃうの、私風強いよねマジ、うん、マジ毎回一番最高潮強い、うん、次回どうなの、口カップカップになってさ、うん、閉じれなくならない、うん、歯にくっついて、あ、目が乾くね。目乾くし。毎回かかってるの、前髪。どんどん私も、なんかどんどん風が強くなってるから、夢もどんどんケープ固めてるの。うん、てか、前回勝ったの夢。え、そうそう。すごい。言ってた。まあ、信じられない。夜死ぬほど強かった。動かないってこと。ここが動かないの。答えすぎ。そこは動かないってことある。絶対無理。ここ全部動かない。マジ、見てほしい。アーカイブ、マジアーカイブ見てほしい。夢の。風の強さ動かないこれ多分ね、だからね、あっちも多分悔しくてあげてるなと思う。そうだね、でもそれね、あの迷惑こぼれるこっち側だからそうだよ、やべまたみたいな、あ、そうこっち側の確かに公式 LINE に来たしな、なんか毎回あげてきてる自然渋滞の風みたいな私がさ、うん、あの粉吹いてた、女子の手ごこにマイク落としたんだ、気づかなかった、気づい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 たけど次歌いだからやばいって思う、私こう座ってる振りだったので、あ、ドンって言ってパッて見たら、あ、落としてでもレニアさんがすごい慌ててこう落とした瞬間でも一瞬慌てたけどめっちゃ冷静だったんだよ、めっちゃ冷静でした、うん、その後何よりも慌てたのがユナコですごい確かに拾ってあげようとしてたんだけど、私が冷静にこう拾っていくからはっ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 、自分のことで精一杯なはずなのにでも違う、その日はその日はその後、私とヤヒが盛大に間違えてるから、うん、いや、そう、私も思ったそれで、これに入れないで、そう、あの、これ行こうとしたんですよ、間違えた、1サビ、2サビは初めて1番だけの披露だったからね、そうなの、普段は2番まで、うん、ちょっと直していい生着替え生着替え、そう、だから、そう、しかも新目で間違えたって後から、その、うん、そう機械、あ、聞いて、あ、よかった、仲間がいたいや、そう、すごいね、うん、やった時はね、やったわって思ったけど、うん、しかも、リハーサルの時に私がそこで間違えててモロに気づかれて真面目とか間違えたよねって言ってたよ、間違えないようにしようと思って間違えたよね、そうだよね、だってこっち入ったもんさ、そうじゃん、意識するとできないんだよ、いや、わかる、でも私もその後間違えたもん自然渋滞中、うん、あるある、そうそうそう、普段慣れない、ね、時間だと、うん、ね、なかなかフルでね、披露することない、土日か、13日の平日か、うん、いやでも1回ぐらい土日公演できるでしょ、いや、2回できる、日曜かな、やるとしたら、そうね、うん、意外と開くんだよ、何13、土曜はもう、でも今の今できる声、まみめもと、まみめもと、ピメナソと、スモアと、はるか村と、あ、はるか村あるのか、なんだっけでもあれでおつぼね公園さんが次出る人が覚えれば覚える出れる、あ、うん、確かにそんな話なんだ、多分なんかそんなことを聞いて、誰出るの、あとなんだっけ、あれ楽しかったな、あれもある、今日あれそのあれも全部か、うん、それだけ、うん、そんなにないの、5公演ぐらいしかない、マジか、もう昼、やだもう1年やりたい、ありそう、やりたい、1年ずっとやってるやれるこの公演、じゃあやめないでもらって、うん、公演だけ出る、うん、MC 毎回やってみたい、いや、わかる、え、わかる、いや、確かにお願いしたい、いいよ、したい、ヤヒ1人じゃ喋んないから、抽選コーナー、私の抽選コーナー見ましたか、私は話をたくさんの知ってますよね、それ MC 出た下手な話してしてどうすんのでもそれが言えるってことはもうそこで一つネタができてるからそうそうそう、マシモが素晴らしいこと言ってくれた、うん、私はそれをあの見てやろうと思って私見てやろうかったそのスタンバイできてたけど一人で MC させるために私は焦ってた、何だろう、何が焦ってる何話すのかなまずい、え、でも個人的になんか、あ、
って思ったのが、え、なんかセトリの話とかもして大丈夫ですか、うん、なんかコンフェッションやったじゃないですか、その後に MC やったじゃないですか、うん、なんか夢を知らせるわけにいかない公演の時に、うん、モロがそのアンダー出てた時に、私も結構いっぱいアンダー出てたから、うん、多分モロと私ってめっちゃアンダー出てて、うん、出てた。だからその MC のコンフェッション MC をいつもどうしようって悩んでたところを見てたから、なんかまたそこのコンフェッション MC っぽいのを見れて、なんか私は懐かしい感じ。本当に困った時めっちゃマシモリに助けてもらってたの今思い出して。本当にそう、いや私が後輩だったらマジで嫌だよあのメンツの中でね、いやそう、そう、本当にそう、しかも普通の MC じゃなくゆかちゃんとアンジュとノヨと私だよ、うん、嫌すぎるでしょ癖の強い MC だったから本当に当時はね、うん、頑張っちゃうしてた本当にそれ今2人でやったんだもん。いや本当に、え、あとあの映像の企画迷ってた時に案出したやつ採用してもらって嬉しい。はい、あ、そうね、それちゃんとやらなきゃですね、すいませんってなって。あれ面白かった。そう、マシあの、うん、その映像で繋ぐのをどうしようって考えて、うんうん、ずっとここにいるようにちなんでずっと何をするっていうのも、うん、そう、マシモが、そう、マシ、あ、マシだっけ、マシモ、あ、そう、マシが考えてくれて、そう、やったんですよ。面白かった。片足立ちって結構さ、やってることめっちゃつまんないじゃん、うん、あれ目つぶってなかったんですか、あいたままなんですか、あいたまま、つぶればよかったの、確かに。でもおもろかった、お互いバランスでもだった、うん、あのタイミング良かった、倒れる、まばたきもおもろかった、うん、本当あれ目乾かない、コンタクトしてて、あのね、気づいたの、コンタクトしてる方が、そう、お互いコンタクトしてたから、うん、あのしてたらあれ、あの乾くの早そうだなって思って、私取って始めたの、私はしたままやったの、それで、そうだったんだ、してる方が全然いける、私まばたきしないのめっちゃ得意だから自信あったのにさ、多分風が来ないからコンタクトのおかげで、え、乾かない、ボロってしない、いや、そんなことないと思うけど、いや、本当に取ったら激痛かったのよ、え、今やる、うちら、いや、思った、え、みんなコンタクトしてるよ、ね、してる、え、私外したら帰れない家どこ入ってる、そうだよね、確かにずっと、うん、家で外せる、私も外せる、いや、外さないで一回やって、外したってやろ、オッケー、じゃあ私外さない、今も外さないけど、あれ、私絶対無理だよ、私言っとくけど、はい、オッケー、じゃあ行きます、3、2、1、はい、待って、もう家になってきた、待って、なんか今日無理かも、いやでもね、外した方が辛かった、え、待って、もう曇ってきた、待って、私開いてた、光って待って待って、結構無理かも、いや、これ結構無理かもしれない、ね、辛い、私これ、あー、押しちゃった、待って、私夢、審査員やって、無理、どうぞじゃない、私これガチいけるやつや、もうダメだ、え、コンタクト最強だよね、もう曇ってるよ、すごい、星が来てるのがわかる、ね、みんなすごくない、コメント動いてるけど字が見えないわかる、みんなすごい、写真撮りたい、これ誰も見えない、以上、あ、撮れるよ、私の携帯で撮りたい、みんなめっちゃ、え、なんかいけるかもしれない、え、怖い、待って、これ明日までいけるかもめっちゃ目映ろ、みんな待ってよ、あ、私閉じちゃったかも、コメント一瞬見えたわ、一瞬見えた、動いてる、待って、笑うと目が細くなりすぎてつぶってるように、え、私通した、半年だ、みんな通した、多分、え、すごくない、めっちゃ目決まってるよ、え、マシモはまだ、私多分通した、ヒノは通した、私はあの集中が切れました、やばいよ、マジで人間じゃない、え、ヒノまだつぶってないよね、みんなファンの、え、見てたよね、みんなつぶってないよね、私つぶったよね、一回ね、やばい、すごい、いや、ヒめっちゃ開いてる、え、それな、確かに私開けてないわ、そんなに、うん、待って、あ、でも開けてる方が閉まんないかも、あ、10連失敗してる冷静やな、涙出たもん、え、すごくない、え、ちょっとモロ泣きそう、怖い、怖い、なんかね、なんか泣きたい時は泣いていいんだよ、うん、え、待って、本当にまだつぶってない、分かんない、分かんない、つぶってない、あ、つぶった、つぶった、あ、つぶってなかった、今、え、つぶ、そう、つぶった、ああ、あの、ピクッとなっただけだった、え、でも終わったよ、いや、なんか、タイミングずかかった人みたいな、自分の中でね、戦い、え、すごくない、え、したのかな、まばたき、え、な、怖い、なんか落ちそうですよ、コンタクト、え、本当だ、あ、ちょっと乾いてきた、うん、乾いてるとかのレベルじゃないけど、え、あ、なんか浮いてる、浮かんできてる見たい見たい、浮いてる浮いてる浮いてる、どっちの目どっちの目、え、どっちも、嘘、え、待って、怖い、浮いてる、え、やばい
マジ明日までいけんちゃうから。やばいやばい、なんかやばいって。わかんないわかんない、浮いてるのこれ。ゆめ、そのままチューしちゃうんじゃないのって言われて。あ、確かに。え、した今。あ、今なんかした。まだしてない。今してないよ、してないよ。ね、でもコンタクト、これ痛そう。だって黒目に来てるよ。え、なんでさ、私飼ってんのにこんな頑張ってるの。ね、大事にした方がいいよね。愛おしいって言ってるよ。ギネスに挑戦してほしいだって。ありがとう、盛り上げてくれ。涙が出る。あ、だってカラコンがさ、動いてんだけど。だから手抜いちゃダメだよ。どこまでセンター、さすが。一生続けます。先輩。泣き目そかくまで、まばたきしないわ、ちょっと。感動の涙。ありがとう。無事、初日終えることができました。ありがとう、ヤヒ。マニムメも見守ってくれてて、ありがとう。本当最高の人。何も泣いてるし。いやでも本当に今入ってきた人本当にそう。すいません。あ、パパからずっこくお疲れてきた。かわいい。パパ、ありがとう。この期間一回も LINE してないわ。え、よく LINE します、パパと。あ、いや、しないしないしないよね、みんな。しない、全くしないです、私も。ちょいちょいするけど。たまにパパから LINE 来るけど、めっちゃ無視しちゃう。日のパパはなんか困った時だけ LINE しちゃう。いや、わかります。それやると私困った時に LINE してって言われる、両親は。なんかどういうこと？ん？え、困った時ばっかり LINE してって言う。ああ、そういうこと。ね、聞いてる、他にいる人全員ママ、全員ママとさ、面識ある。え、モロも？めんな？めんな？めんな？え、私だけかと思ってた。ママあんの？うん、だって2期だから。2期だもんね、うちら。そうそう、2期だし。だって2期だから。そう、結構ね、確かに。でも、ヤヒンチのさ、車何回も乗ったから。そうなんだ。そうなんだ。あー、確かに止まったもんね。だって、うん、止まった。サクタベの歌い出しから泣きそうになりました。行ったことない、私はもう。わかる。ひなが運転で、ドクドン先生が。え、なんて。そうだ、ヤヒの運転まだ乗ってないわ。ヤヒの運転で、ドクドン先生。乗ったことある誰か、ヤヒの？ないです。今のメンバーはないわ。怖いよね、さすがに怖い。そう、なんかさ、ヤヒの運転、わかるわかる。うまいらしいじゃん。あ、テラヒナ乗せたわ。うまいって言われるよ、く。テラヒナ乗せた。テラヒナがママより寝れるとか言ってくれた。ママより安心できる。寝れるはでかいわ。確かに寝れる。で、どうすんの、寝てて急にピーポーポーポーって聞こえてきたら怖くない？さすがに。それはでも、まあ、そういうちょっとさ、プレッシャーがあるから。それはそう、そうなんだよね。人を乗せるのって、ね、それがそう、そうそう、それが怖い。メンバーは結構ガッツリ。そう、メイク持ってないでしょ。メイク持ってないのにさ。ほんとだね、すごいね、自分持ってる。めっちゃ持ってる。メンバーはもうやっぱ、メンバーは怖い。いやいや、すごい、違う、私は飲み散だから。今発言権あるの私だけだから。私最初から持ってる。私持ってます、確かに。高校在学中に撮ってるんです。偉いね、マジで。え、それでさ、乗ってんの？いや、もう全然乗ってなくて。だから今ペーパードライバーです。だよね、乗れんの今、乗ろうと思って。え、乗れますよ、全然。はい。実家帰った時とか涙な、運転する時もありますけど、たまにって感じ。涙が落ちた。私もで、車乗って仕事、職場行ってましたもん。へ、かっこいい。そっか、そう、本当に。でも、ひなもちなみに毎日車乗って職場には行ってないけど。実家で移動してる。途中まで移動してる。えー、えー、えー、
毎日愛犬をおばあちゃん家に連れて行かなきゃいけなくて、連れて行ってから電車乗ってる。大変だね。かっこいい保育園みたいだから一応通勤車使ってます。かっけかっこよすごい。こんな金髪姉ちゃんがそんなことしてるのに、おばあちゃん可愛くない？こんな金髪姉ちゃんがおばあちゃんに犬預けてる。確かにめっちゃ可愛い。可愛い。いいな。そっか。へえ。まあ全然私はあまりかしか。てかさ、瀬取りどうだった？私たちの公園。よかったです。なんか山ここら辺もあって。そう。で、ちょっと新しい感じ。一人一人感想言ってこ。ゆめから。いや、ゆめは瀬取りの感想ね。瀬取りの感想どうしよう。急に振られたな。山こらしまって、ね、山こらしたまって、山こらしまって、あのさ、山ここでさ使ってたさ振り付けとかあるでしょ。あ、うんうん、構成とか、あ、大丈夫、うん、という話で、うん、とかそういうなんか歌割りとかもさずっと二人でさ考えてたの知ってるからさ、しかも本当に時間がなかったからさ、一人一人がなんかこうお互いがどこの歌割りがいいかみたいなの考えてあげてて、なんか二人で話し合う時間が全然なかったから、うん、だよね多分、うん、なんかそういうのもすごく二人の感じたし、なんかそういうセットリストもなんかもう2人の公演じゃない、絶対に2人でやる公演の曲数じゃないし、セットリストでもない、本当にボリュームがね、うん、MC がなさすぎて、なんていうの、本当にありえない、ありえない、信じられない、体力すごいよ本当に、うん、本当にありがとう。マネージャーさんになってほしい、すごい見てくれてる、売り出したいもん、うん、ありがとう。分かる、夢だったらね、トップも世界いける。話がついた。楽しいわ、ありがとう。え、ひのはどうだった？そうだな、なんかやっぱりファンの方目線から見たら、その山子が好きでなんか、あ、そのオバージュじゃないけどそれをやるんだってなって見に来てる方が多いだろうから、確かに、ね、そういうそこを感じるとこが多かったっていうのはやっぱりファンの方にとっても嬉しいだろうし、それだけじゃなくて元カレですみたいな新鮮なね、楽曲も見せられるから、うん、なんか満足、まあ、大満足なんじゃないかな。そうなんだよ、なんか山心らず残ってるねだけで終わるのが嫌だったんで、なんかそれだけじゃなくて、うん、2人で新しいことしてるっていうのを見せたかったから、もう完璧です、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に分かってる。レナが寝ずにさフォーメーション考えてたの知ってるよ。夢そうなの、毎日持ち歩いて立ち位置持ち歩いてたよね、立ち位置考えなきゃだからって言って、夢家行くときも持って行ってた、しかもそれにこうやってスケボーの練習もしてた。そうじゃん、確かに来たもちょっと寝れたかもしれないけどさ、わかる、なんか休憩する間もなくずっと、あんたもね、ヤヒもねギリギリで生きてた、本当にすごい。すいません、なんかまず1曲目がすごい良かった。ね、イントロがさ、あのさエモい感じの、うん、イントロじゃないですか。始まりあれなのね。始まりが、でしかも2人の、しかも、あ、ごめん、いいよ、いいよ、いいですよ。歌詞がすごいいいの。そう、そう、うん、今表示しました。だって卒業までの一年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 、そこヤヒのこと思って歌ったもん。それが1曲目で、分かる分かる。でそっからなんかさ春夏秋冬みたいな感じで季節を追ってってさ、そう、なんかでね、ね、なんか、うん、語彙力皆無みたいな感じになっちゃったんですけど、なんか本当にお互いがお互いのことを好きなんだなっていうのがちゃんと伝わってくる公演だった。愛があったね、あったね、うん、ここに愛はあった、ここに愛はあったんだ、あるか、そこでタイトルのずっとここにいるよっていうのがなんかずっと離れてもずっと隣にいるよみたいな感じがすごいするし、で今ね卒業したメンバーとかにもなんかそういう気持ちが届いてそうな感じがして、泣いてる、涙が、涙が出た、本当に嬉しい、涙が、レニアさんの涙が出たされてる、出てる涙が出てる。あとね、モロの衣装とネイルが合ってて可愛かった。え、よかった。え、ヤヒさ、夢の衣装着てくれてるんですよ。そうなの、夢の衣装、ニキ衣装、やっぱニキだった。本当はお腹出さないやつだけど、ちょっとね、うん、あの、イキってお腹出しちゃった。イキってお腹出しちゃったんだ。こなされてるので、イキりました。私、セトリじゃないとこだと、すごい二人だけなのにステージをいっぱい使ってるんだ。わかる、それは本当に言ってた、うちらで、うん、いや、それ本当にもう本当に直前まで、今日の今日まで考えて、うん、直前にやっぱここあの端っこのお客さんに見てもらいたかって言って、うん、端を取ろうとか今日変わったとこもあった、うん、
ステージでやってみて、端端で2人なんだろう、2人でまとまって上手で踊ってたり、うんうん、下手で踊ってたりっていう演出めっちゃ良かったな。そうなの、2人でこうやるってどうしてもさ、上下行こうってなったら離れたところになっちゃうじゃん、うん、あの一緒に2人で並んでる姿を端の人にも見てもらいたくて、わ、うんうん、かるわかる、そうなの、なんかすごい山ここイズムを感じた、山ここ、ね、そう山ここやってたからそれは、うんうん、考えられたなって。いやその全力疾走のとこ好きだった、うんうん、なんだっけ、何の曲だったっけ、そう5番から 0.5 に行くとこがあって、あそう今5番から0.5に行く、サクタメだサクタメ、ここ違う違う、ごめんさまごめんさま、あごめんさまも行ってたし、そう行ってたし、あのあそのゼロから5枚君がいところから君が行ってんのはそのここ、確かにサクタメのここ、あーそう、しかもその後すぐ、あ、ごめんね、すぐ歌うし、うん、うん、そう、私が好きなのはそのガムネ様の全力疾走、疾走、疾走、全力疾走した後、なんか、なんか、うん、なんか歌詞に合わせて、うん、あの演出作ってる、うん、全力で走るで、うん、弾んでいる息とで息が切れてる感じの疲れてる振りをそうそうそうするんだけど、実際にこういう振りがあるのよ、そうそう、疲れたーって、なんか楽しくなっちゃって思いっきり転んだ、転んでみたの、うん、そしたら、うん、うわーみたいなファンの方が心配してくれる声が聞こえた、ヤヒがあんな寝そべってんの初めてだった、確かにこれぐらいだったのになんかなってて、そう楽しくなっちゃって、それはちょっと楽しくなっちゃって怖い、切っちゃいました、ハイになってたんだね、すいません、あれさ、うんうん、しっかり DMM でも捉えられてたから、あ、ほんと？ほんと？エイナの転んでる姿も 上から捉えてた、いや、上じゃないです、もう追ってた、あー、やばい、はずい、すごい、いや DMM 本当にいっぱい見てほしい、そうカメラさんがめっちゃ工夫してた、なんか近寄ったり、うん、いやーそのさカメラマンさんに本当に感謝、あとさ白いカモメたちのさ振りさ、レナさ勝手にやってつ、ずっとヤヒがめっちゃ笑っててさこれね、え、あとあれだよ、あ、あれね、あのあれ、え、てか私は何になってたかというと波を、波になりきってました、ちょっと笑っちゃった、結構かった、笑った、うん、全然笑ってた、めっちゃ笑ってた、歌詞なんだっけ、テレリリーマーサオナ海は愛しさに似てるよみたいな、ヤホーみたいな笑ってた、笑っちゃった、笑っちゃった、ね、なんか私さ、その2人もさ、MC 中に話してたけど、うん、この2人がお互い先輩後輩と2人でステージ立つっていうのがわかる、なんかすごいって思って、モロが本当に人見知りしてたのを知ってるから、まさかこうやって先輩と一緒に2人だけでステージに立つ、でしかもレイニアさんもなんか今はすっごい仲いい、一番仲いい先輩だけど、確かに、最初の頃からは想像できないから、そう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 みんなやん、いや、え、ちょっと怖っ、怖いかどうかって言ったら別にそうでもなかった、え、そう、わかんない、うん、いやいや、おかしい、全員満足やん、怖かったんやん、うん、怖いか、言動とか行動があったわけじゃないよね、じゃあって、なんか嫌われてんのかなって思う、うん、なんか裏表がなさすぎて、そう、あ、そうそう、興味がないのよ、人に基本基本、うんうん、全員に、うん、平等に見てるから、うん、誰を特になんか、うん、うわーとかをやるのがあんまり好きじゃなくて、あー、なんか変わんない態度で接してくれてたから、ミキセイさんと、確かに確かに、そうだから、なんか2人がステージに立ってるのを見て、うん、私はなんかめっちゃ嬉しかった、うん、わかる、そう、本当に奇跡だよね、うん、えってレイナさんにもウェアーだもん、どうですか、え、どういうこと、だからヒナが2期にする変な行動とかをレイナさんにしてるかってこと、うん、結構最近なんかしてくれようになって、まだファンにもしてないのに、確かに、でも本当に割と最近じゃない、うん、あ、そうなんだ、だってもううんとか言ってるもんね、ヤヒって確かに、ヤヒってすごい沈黙が一番無理な、多分先輩気遣ってる人と沈黙が超無理なタイプだと思うんだけど、うん、はい、すごい沈黙でもいられる最近、気使わなくなった、沈黙がまずいって思わなくなった、それを感じられてる最近、ヤヒが、ヤヒが小田さんにめっちゃ敬語だったのに、そうだよ、カイリさん、カイリさん、カイリさん、絶対一番違うよ、ユナコさんも、ユナコさん、水島時期はあったね、同期もみんなさん付けだったもん、古舘さんっていう、うわー、どうだ、年下の古舘さんや、やばい、さっきの葵さんよりやばい、距離しか感じないわ、だってさ、ミュウミュウのことも頑張ってミュウミュウちゃんだったもん、ミュウミュウちゃん頑張ってもミュウミュウちゃんだった、あ、そうなんだ、それが今ね、今ではね、これですからね、うん、
本当に嬉しい。嬉しいよ。だったレナが良かったね、本当に。本当に本当にそう。自分で懐かないで。レナさんは本当に。こんな懐いてくれると思わなかった正直。怖い。今ここやってはいたけど、うん、なんかちょっとずっと、うん、なんていうの、本当の姿見せてくれてない感じしたけど。あ、サラもいたし、ね。まあね。最近は。本当の姿私見してますか？それは本人次第なんじゃない？だからちょっと前よりちょっと引いてるよね。ちょっと最近はちょっとうざいみたいな気持ちもちょっとありますけど。いや、うざくはないよ。なんか本当にやばいんだなみたいな。いや、それはもう受け入れてるからね。確かにヤバい姿が効いてないってことはいいことです、うん、確かに。そうなんだ。良かった。まあ、2期だから2期やしね。だからこの人本当、私、まあ、夢も MC でも言ったけど、夢とヨナコがレイナさんに対してレイナって感じだから、うん、なんかその印象が強すぎて、私たち勝手にレイナさんに失礼の態度を取ってるって説があって、そう、本当に出たね、MC でも。そう、だからそれがヒナもユメタンとユナコと一緒にいて、なんか最近たまに確かになっちゃっちゃった。そうだからどさくさに紛れてね。そう、どさくさに紛れすぎて、どさくさに紛れすぎた。でも私もね、タメ口が苦手な人だから。タメ口、あ、待って待って、敬語が苦手。タメ口大得意だもん。たまにタメ口使っちゃうの。全然中岡さんじゃなくて、コカドさんに対してタメ口使ってたのに、あれでタメ口苦手ですよ。たまに使えちゃう。そうだから、その方が話しやすい。今もさ、今日なんかもうこういうテンションだったからさ、もうなんかメンバーとしか今日話してなかったから、メイクさんにさ、めっちゃタメ口話しちゃって、しかも、うん、ウェティ取ってってメイクさんに話しやすいねって、ごめんなさい、ごめんなさいみたいな。面白い。間違えちゃった。居心地いい楽屋。これタメ口でもさ、なんかさ、そのいいタメ口と良くないタメ口あるじゃん。うんうんうん、そこはタメ口じゃないでしょみたいな。うんうんうん、私もそう、めっちゃタメ口使っちゃうけど、メイクさんにありがとうとか言っちゃう。今日めっちゃ言っちゃうけど。物を頼むときは確かに。そう、言って取って。家かよ。しかもね、自分でね、取りに行こうと思いながら、でも立ちながら、ウェイティ取って。最低。全然言わないで。無意識。そう、全然言わなかった。バグってますね。そう、だからレイナさんは、そう、どうなのかなと思って。それ、良くないかなって思って。いや、良くなかったら多分私良くないって、多分。確かに。感情。あ、感情がね。でもなんか分かりやすいじゃん、私結構。分かりやすくて。そうそう、もう分かりやすくて、ごめん。つまんないって顔してね。もう分かりやすい女なんで、その瀬戸りを入れたんですけど。でもあの、分かりやすくてごめんの時、レナさんが映ってたんですけど、その時のごめんの表情が、本当になんか、あざといごめんっていう感じで。見たい。それは。よかった。よかった。嬉しい。よかった。今アイドルだった。うん。みたいな、うん、かわいい。確かに、ね、めちゃくちゃ似合ってた振り付け、ありがとう。いいな、よかったな。でもレイラさんがたまに私のことをカホって呼んでくれる時が、多分夢なが私のことカホって呼んでるから、確かにそれでその時にその流れでカホって呼んでくれる時があるんですよ。ひのちゃんのこともひのって呼ぶことたまにある。夢なひのちゃんですよ。夢な時はひのって呼ぶよ。基本呼び捨てが好きなのよ、私。マリナとかのこともマリナって呼んでる人私しかいなくなって。え、でもさ、今ずっと思ったの、なんかアイナはなんかマリちゃんとかリカちゃんとかナナコちゃんとか。あ、確かに全員呼び捨てなのよ。え、確かに、キセイのことナナコとか、ずっと思ってた。え、確かにマリナはマリナって呼んでる人あんまりなくない。ナナコさん、確かに。あれ、ナナコさんってマリちゃん、マリちゃん、マリちゃんだね。マリカさんぐらい、だからなんか怖く見えるのかもしれないな。え、でも私は嬉しいので、ありがとう。泣き泣き人差し指。距離感、そう、こんだけ近くなれるのは嬉しいの。うん、嬉しい、嬉しい。最初は普通に勘違いしてたっていうか。でも仲良くなりたいなってずっと思ってた。え、嬉しい。そう、こんなやつと、なんか正直さ、なんていうの、あんま良くない話だけど、加入した頃ってすごい、なんていうの、なんか目立ってるメンバーさんを、なんていうの、人気のセンターとかセンターとかにちょっと写真撮りに行きたいとか、そういうのあるじゃん。あ、そう、そんなことなかったか、それ以前に人見知りすぎて、誰にも話しに行けたことなかった。全然、むしろなんか恐れ多かった。分かる、憧れの方とか高めに対して、別にあんま、なんかもう、そのセンターとか関係なく、もう規制の先輩はもうみんな、もう
分かる、分かる、経験してるものが違いすぎて、ずっと画面越し見てたんだもん。ジェニアなんてドラミから見てたんだ。いや、そうですよ。それやばい、本当にドラニから見てて、私のことも覚えてるんですよ、ちゃんと。ドラミちゃんもこんな、なんか眉毛こんなんでさ、眉毛こんなんでさ、ちょびちょび毛生えてるんですよ。私ドラニ受けてたから、多分そこで合ってるんですよね。確かに最終審査割ともう子供だったもんね。そしたら私が中学生だったから私小6。いやぁ、ちいちゃんやばっ。ドラミちゃんと違う、髪ショートだったから全然今のイメージ違うから。その人とさ、こんなにさ、タメ口で一緒にいるのやばくない？やばいよね。一回冷静だった方がいいよ。冷静なんだ。あの頃の気持ちも同じで、ドラストの私賛成会話だったら思い出してこれでしょ。これから1000円でいいかな。ゆなこの最後のツイートの時、これから握手すると聞くから確かに言ってた。印象深かったものだよね。うん、わかるわ。そっか、8分だ。よかったね。今そろそろ10時、何分から始めたか忘れちゃったけど、また今度この辺で帰りましょう。わかる、楽しい。多分ね、夜聞かせる。また今度これの振り返り2人で、うん、2人でしますね。やりましょう。 DMM 見ながら実況配信してほしい。確かに。ひなんちゲームしましょうよ。いけ、それな。あ、ジェイプだ。今日今から行く。うん、ありあり、無理無理無理。家来たな、家来たな、家来たな。え、なんでいつでもウェルカムじゃないの？私のことお泊まりに誘ってくれたことあったじゃん。そんな仲良くなかったで、ね、私と知らないんですよね。違うよ。すごい顔で笑っちゃった。恥ずかしいね。めっちゃ不細工だった。全然ひなちゃんとさ2人で話すような関係じゃなかった時に、なんかいつでも私に来ていいですよみたいな。嘘。私それ本当に記憶になくて。さ、それをね、レイナがめっちゃ言うの。ひなと仲良くなる前に、ひなちゃんいないところでゆめに話したぐらいだから、ひなも聞いた。めっちゃびっくりしたんだよね、そう言われて。なんか私に気あるのかな。伝わってくるみたいな。そう、だから嬉しかったんだよね。なんかそれからね、ひなのこと友達になりたかったんだ。そう、ニャーニャーさんはそれがきっかけって聞いて、そうだっけ。全然私記憶ないんだよ。嬉しかった。すごい急にフレンドリーで嬉しかった。本当に。全然私今失礼じゃないかなとか言ったけど、その時の方がやっぱり失礼だよ。めっちゃ失礼だ。それに来てくださいって。どんな関係性？本当だよね。伏線立てて伏線回収しないで。全然あります。全然あります。みんな行くんだから。私やばい。行ってないよ。能力得てるよ。ミキなのに。私の家は今まで卒業したメンバーも含めてほとんど来てるんですよ。え、なんで？行かなきゃ早く。多分全員来てるんじゃないかな。来てそう。泊まりはないかもしれないけど、さすがに。テラは？テラも来たと思う。テラヒナだけないんじゃなかったっけ？どっちだっけ？テラヒナだけないんだっけ？忘れちゃったんだけど。次の子じゃない？え、ハルカもあるの？いや、なんかさ、記憶ないんだよね。どっちだっけ？ニキだし。ニキポーズで考えない。これで考え。なに？自然な？自然なもの？ニキやな。必須のニキだよ。わかる。早く帰る。帰りか。帰るってこと？カラオケでさ、なんかさ、フィールで分かってくる、なんか、カラオケでちょっと圧かけられてる。でも、どうせマネージャーさんってまだ仕事してんだろうな。ほんと忙しい。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、そう、だからゲームでも、家綺麗にするんで、ちょっと明日休みだから。ゲーム部呼んで。ゲーム部呼んでくれるか分かんないから。まあね、今月までだもんね。確かによ。呼んであげて。呼べたらいいなって思ってるけど、ヤヒはね。じゃあ、ヒナの権限で。私の権限？言っとく言っとく、ショールームさんに言っとくわ。そんな権限あったの？そう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 、ね、だからみんなが、あ、そう、でもゲームは今いろいろあるんで、マリカとスマブラしたい。スマブラ、スマブラは買います。スマブラ下手なんだよ。マリブラ強いです。マリブラ強いです。マリパ、マリパあります。スマブラ強い。マリパやりたい。マリパミニゲームいっぱいあるやつ。マリパ買ったってば。だからあのあれ、何？マリパって人生ゲームみたいにさ、スゴロクのやつ。あ、そうそうです。やりたい。は、あの、あれで買ったんです。もう、閉店間際の。おー。できない。会えたい。ブックオフで買った。めっちゃ言うやん、お店。なくなりそうだ、もう閉店そうしそうだから、カセット見るわって言って、お店入った瞬間にもう手に取ってた、カセット。もうずっと、買おうかなって思ってたの。へぇー。でもそのおかげで今月買えないから、よろしく。よろしく、課金をしちゃったから今月。ああ、そうだね。知っといて。ご飯呼ばれてもいけないかもしれない。知っといて。誘わない。誘って。13位、明美さん。11位、いいね。11位、いい時間だ。
れ様。改めて今日はここ公演みんなありがとうございました。まだちょっとどんどん もっと完成度上げたいなって思ってるので、初日は迎えたけどこれからもね、2人で集まって振り合わせとかしてもっといいものを届けられるように本当に頑張りたいと思ってるので、1ヶ月だけど本気でもう手を抜かずに全力で取り組みたいと思っています。次も楽しみにしててください。本当にありがとう、みんな待っててくれて。13位読みます。13位葵さん、12位りっくんさん、11位トラキスさん、10位まっつーさん、10位ぬっくん、8位ラインさん、7位ゆうやさん、6位ミスさん、5位いつかの少年さん、4位せいじれなさんがとても心配ですさん、3位メニューちゃん、2位しゅうちゃん、1位ガシャツさん、ありがとうございます。まつげめっちゃ綺麗がめっちゃ耳に入ってくる。私も綺麗だよ。パリジェンヌやったのにさ、ま、揺らしてギリ上がってる。うちらのポーズ考えなきゃね。一瞬ありがとうございましたっていう前に一瞬切れちゃった。ありがとうございました。